おはようございます。あの時ちゃんと帰れた？あ、帰れましたよ。ここに？はい。でもなかったかな。心配してくれたんですか？ちょっとだけ。優しい。どうす？おはようございます。あ、おはよう。着替えてきます。はいよ、はいよ。じゃあゆうがい。どうした？明日に行けるか。入らない。明日？僕入れてないですよね。いや無理ですけど。無理です。無理。何秒？明日だってあれですもん。ファーストパイのライブ行くんですよ。え？行くんですか？そう。日本初っすよ。そう。楽しみやねんけど。ここほんまに。入ってほしいのよ。この衣装。いやいらないでしょ。だってレイナもとしくもおるし、両方も入ってるやん。絶対僕いらんすね。いやそうやねんけど、無理か。無理でしょ。僕はマジで無理ですよ。じゃあミオ入られん？私入れますよ。マジ？はい。じゃあミオ入ってやん。はい、全然。おっしゃ、じゃあ頼むわ。え、行きます。入れる？はい。ああ、助かるわ。ミオいつやねん。ミオ、いやお前無理なの。僕は無理ですって。予約がめっちゃ厳しいのよ。いやマジで無理です。明日だけは。ああ、そう。はい、マジで無理です。マジで楽しみなんだ明日。分かった。あ、いいな。めっちゃバリ盛り上がってくるから。また話聞かせてください。マジで知り合いねんな。いいですね。やば。会場広いですかね。結構でかい。すごい。見たんやけど、でも結構前でしょ席が。前アリーナとかですか？そう前やから。めっちゃ楽しみ。それはみんなずるいですね。明日。なんでや。まあ頑張ります。明日そんな人多いから。なんかさ、なんか多いみたいですね。結構汗さ。ねえ、めっちゃ雄大さんに入ってほしそうな感じでした。おはようございます。あ、おはよう。あ、こっち。はい。さ、雄大が明日入らへんらしい。あ、そうなんですか。まあけど今日は会えるんでまだ良かったです。あ、そう。はい。どうするの？俺から言おうか。いや、それは自分でちょっとタイミング見て言いますね。言う。はい。 OK、 分かった。おはよう。聞いてんけどさ、明日入られへん？せやねん。明日なファーストパインのライブ行くねん。あ、ガチ楽しみ。そう。やばい。ちょっとでも無理か。無理よ。でもあれ、明日もだってレイナ一人入ったら回せるやろ。余裕よ。雄大さん、見てください。何これ？落ちてました。誰が落としたんこれ？いや、わかんない。でもめっちゃ可愛い。なんか似てるやん、ミオと。似てる？可愛い。そうですか。はい。あと楽で。ミオ向こう行こう。はい。ご新規2名様ご来店です。いらっしゃいませ、ようこそ。これは持っててや。ごめん、おはよう。何やってんの？遅刻やで。1分くらいやってんの？1分でも遅刻は遅刻やって。早動いて。店長、うっさいな。おはよう。キッチンさんにもたら楽っすね。そうか。はい。結構席埋まってるっすもんね。いつもこんぐらい人集めてください。こんな人件費かかないんだよ。やったらなんで今日明日こんな人多いんですか。ダメダメ。それは。俺裏行くで。了解っす。はいっす。あれな。おい、まだ言うてんのか。タイミングなかったんですよ。どうすんだこれ。言わんとも言うだよ。分かってますって。急急に忙しなるやん。ほんまにな。ちょっと3時のファースト何も出てへんけどどうなってんの。今出せ。え、何分待たしてんの。めっちゃ怒られてんけど。とりあえずこれ持ってて。これさ20盛り付け汚いって。これ無理、こんなん出されへん。むしろさ、これ絶対焼きすぎやろ。これ何択。それ5じゃ。ポテサラも盛り直しといて。ちょっと見よう、はい、これ泡の量多すぎやわ。作り直して。量こんぐらい。でもじゃなくてやっといて。こちらの席どうぞ。ご来店ありがとうございます。当店のご利用初めてですかね。生2つ。あ、うち飲み放題もやってまして、2時間制で30分前がラストオーダーになって。生2つ。あ、かしこまりました。レギュラー。お前の少ないな。ちょっと見よう。はい。これは泡少なすぎやわ。難しいです。もう私やるから料理運んできて。はい。料理出し終わった。うまいな。あ、みよ。はい。頑張って。はい、めっちゃ頑張ってます。すごい。とりあえず、以上もラストはなしで。なし。あ、お、でかい。いいね。40の上がりも持ってきました。もう2回消えました。あ、オッケー、ありがとう。落ち着いたな。感じや。あのさ、ちょっとみんなに話して。ごめんごめん。卵だけ貸して。ちょっとマジごめん。俺ら頑張ってるからさ。ちょっと待ってください。すみません。はい。俺もさ、トイレ行っていい？ちょっと見といて。すみません、申し訳ないです。言うたよな、飲み放題って。ちょっと最初の方お伺いできてなくって。申し訳ない。お伺いできないってこと、俺らとか言ってない。いや、だから今日なんか飲み放題。そういう問題じゃなくて、俺らが口をそのまま会議に行ってたら、おかしいな。そうです。それも払うからどないしてたの。申し訳ないです。ちょっと申し訳ない。新しい伝票を今から作ってくるんで、ちょっと少々お待ちください。そして今の。すいません。ほんまにだるい。これ楽しかったな。てかあれやねんな。レイナでもミスんねんな。いや、ちゃうってちゃんと聞いたのに、あの客が珍しいな、レイナミス。いや、ちゃうって、悪くないって。もう分かった、分かった、分かったって、もういいって。言い訳せんでええでな。あ、さっきの話の続き聞いてほしいんだけどさ。また言い訳なの。ちゃうってミスるからな。なんなん、さっきからミスミスって。自分、遅刻癖いつになったら治るん。雄大だってさ、タバコ行く日もあんねやったら洗い物ぐらいやってよ。ミオもお酒ぐらいすぐ一人で作れるようになって。何やねん急にな。あ、そんな怒らんでよ。悪かったな。おうおう、みんなちょいや、ちょっと言える雰囲気じゃなくて。そう例のうし、俺らいらんうち。お前それもう帰ってええんちゃう。頑張れ。頑張っちゃう。はい。頑張っちゃう。いける。頑張れる。逆に。ああ、いいです。もうなんか言わんでもいい気してきました。出るんや。私が雰囲気悪くしちゃってるし、私おらんくてもここやったらみんな楽しく働けるんやと思う。雄大さん、涼子さん、私たちも上がりますね。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ。雄大、またね。お疲れ。しゃ、締め作業だけ終わるじゃん。早く放りきて。はい、はい、はい。悪いって。しゃ。これもう終わんねん。あ、これで終わりやねん。マジ？ナイス。あ、ちょ、あれ、水ちょうだい。あ、水？あ、ここのでいい？あ、ええ、ええ。はい。よいしょ、あれだ。ありがとう。これでね、そこ。お疲れです。今日どうやった？別に普通っしょ。あ、そう。あ、そうや、珍しくレイナミスしてましたよな。そうそうそう、マジ珍しかったな。そう、しかも一生言い訳言うしもう得てーっつって雄大、はい、明日やねんけどさ。いや、無理ですって言いましたやん。明日絶対無理です。無理っすよ。そうか、はい、分かった。なんかさ、今日レイナがさ、はい、なんか言いたいことあるとか言ってたやろ。なんか言ってましたね。それ、聞いた？いや、聞いてないです、正直。別に次でよくないですか？別にまた次会った時に聞くっすもん。次でいいでしょ。何してんすか？何すか？目覚めたか、お前ら。は？人のことヘラヘラ笑いやがってよ。人の話も聞かへん。何寝ぼけてんねんお前ら。どういうことっすか？ああ、教えといてやるわ。お前な、人と笑って話せるのにな、当たり前や思うなよ。またなで二度と会えんくなることもあんねや。え？レイナな、出勤明日で最後や。え？レイナに言うな言われてないけどな。あ、言うだ。はい、ちょっとまた考えて明日のことは電話していこう。はい、今日はもう帰るお前ら。はい、だね。あ、もしもし。明日ライブな。楽しみやな。ごめん。明日行かれへんわ。ごめんな。行かれへん。あ、店長。明日なんですけど。